見つかれば殺されるぞ。どうするんだ。サイバーライフの倉庫を探そう。そこに部品とブルーブラッドがある。ついていて。はい、どうもパテモス協会でございます。というわけで今回は泥棒ですね。泥棒していきましょう。なんてやったかな、命つなぐものですね。はい、見つからずに行かなくとも見つかりません。見られるなよ。もううろちょろしてはないしようがね、勝手にね。あれ、ノース市場に行ってる女のケツはね、追いかけていった方がいいと思いますよ。はい、気をつけて。ドローンが行くぜ。別のルートを探す。はい、じゃあ別のルート探しますか。じゃあ行きましょう。はいはい。まあここもね、いろんなルートはありますけども、まあ一番いいであろうルートの方行きたいと思います。追い抜いてあったわ。むしろかぶってたぞ今。サイバーライフ、ファー、よし。はい、どこ。じゃあノースについていくか。はい、いいよ。そうするとこの運ばれるのに連れていかれますね。別にこれあのサイモンについててもいいです。別にどっちでも一緒です。まあただあのフローチャートの分岐としてはここありますんで、両方とも行った方が、行かないとフローチャートは埋まりません。はい、行きましょう。ここもね分岐が多いんでね、全部やろうと大変です。はい、この先ですか。はい、もうそこですね。見えてますね。自動的に飛んでくれよ、ずっと飛んでくれよ。あ、だけどドローンいますね。サイバーライフの倉庫、必要なものがあそこに。ドローンを何とかしないと。僕がやる。はい、ドローンを排除します。さあ、というわけで予測します。まあサクッと行くにはこっちですかね。はい、トンと上がって、はい、そしてこっちかな、こっち行きましょうか。はい、でとここに行くと、はい、 OK です。計算 OK。 さあ、じゃあ行きましょう。OK、バッチリ。はい、そして三角。さあ、うまくやりましたね。ああ、平気だ。やるじゃないの。やるじゃない。やるじゃない。ちょっと半笑いしてたな。マーガス、ちょっと半笑いやった今。さあ、やっていきましょう。さあ、取ってみましょう。はい、取るけどどんどん入れていくぞ。どうした、バレた。あなたたちは私有地に立ち入っています。施設への侵入はレベル2の違反行為。この情報をセンターに送ります。ほら、やめろ。ジョン、ジョン、やめろ。あの機械はどこ行きやがった。ジョン。ということで、ここで選ぶのはジョンです。ジョンを捕まえましょう。ジョン、協力してくれ。ジョン。さあ、動かないでいいです。最初はドローンで、お次は勘弁してくれよ。
さあ開けましょう。そろそろここから脱出するぞ。ブルーブラッドを探せ。これじゃまだ足りない。さあブルーブラッド戻っていくよ。ポケット入れてるようにしか見えへんやけど、カバンに入れてるように見えへんやけどな。ジョンボーっとしてるよ。ジョン近い行くわ。はいはい、よーし。はい、サンサン。さあ開けましょう。RP700、 まあまあ最新やん。じゃあ逃がしましょう。どんな力持っとんねマーカス。洗脳できすぎやろ。マーカスが倒ると変異体になります。なんだ俺のこの手は。ノースめっちゃ見てる。好感度アップ。やるじゃない。ジェリコも尊敬になりましたね。女子も上がり、部品をいただいた。サイモンも上がり。俺も連れてってくれ。ジョン行くかい。そいつは敵よ。信用できない。危険を犯したのに置いていくのか。一緒に連れて行くなんて危険すぎる。連れ行っていきます。受け入れる。連れて行く。ノース下がった。チーンって。もっと部品を手に入れたくないかい。どういう意味だ。トラックだよ。生体部品がぎっしりだ。自動運転になってるが、鍵があればマニュアルにできる。鍵はどこにある。あそこの制御室にある。人間の警備が2人、気づかれずに鍵を盗むんだ。マーカス、自殺行為だよ。部品は手に入れたんだ。捕まる前にここを出た方がいい。トラックいっぱいの部品があればみんなを手当てできる。逃す手はないでしょう。俺たちがやられたら残されたみんなは。そんなの危険すぎるだろ。ドローンめっちゃ飛んでるやん。鍵を手に入れる。10分で僕が戻らなかったら言ってくれ。マーカス、私も行く。ダメだ、一人で行く。二人も犠牲になる必要はないからな。ノースかっこいい。あなたってなったんだよな。キュンって何アンドロイドでもな。じゃあ行きましょう。ジャカーシー犬だな。ロットワイラーですねこれね。はい、じゃあこっから入りますかね。はい、さあ入ります。あの犬ども年中吠えやがって。なんであんなに吠えるのかね。あれ嵐のせい。さあ入れましょう。キーは一番キーは頭にありますね。キャンプに行く予定だったのに。はい、ここを見ると銃で落とすという選択肢があるんですけども、これはやりません。こちらから行ってね、ここ見ましょう。はい、ガードを外におびき出す、これを行きます。では行きましょう。で多分あそこは出ない方がいいと思います。ここから出る方が多分いいんじゃないかなと思う。ここからもう一回出ます。はい、とマーカスこっち。さあドラム缶をね、トントン。いい音鳴らしていいじゃねえか。ガードをおびき寄せる。今のは何だ。きっとドラム缶だろ。きっとドラム缶だろ。さあじゃあ今のうちに取りましょう。はい、さあこの間にキーを奪っちゃいます。マーカスまだ服ボロボロなんやな。さあ戻ろう。でここから見ると多分入っていく様が見えるんじゃないかな。
入ったかな、大丈夫かな。じゃあ行きますか。はい、さあ入っていきましたね。 OK、 よし、これで完璧です。ああ走っていってノースに褒めてもらいましょう。鍵はあるわ。やったやったね。よし、トラックに乗りましょう。完璧。早く乗ってノスちゃっかり助手席ですね。港から脱出する、やるわねあんた。さあ行きましょう。開けてくれるのか。あ、開けてくれんや。むしろ開いてたんかな。やったぞ。ジョン来てる。トラック丸ごと盗んでやった。これだけあれば全員助かるな。全部マーカスのおかげね。ジェリコ尊敬で敬意、敬意までいったな。友情、ノース友情。俺は自由を求めてこのジェリコにやってきた。だが実際は見つからないことを祈りながら、起こりもしない変化をただじっと待って死んでいく自由だった。そんな自由はいらない。笑ったり愛したり胸を張ることに権利が必要なのか。だけどいつだって俺は心の中で叫んでるんだ。俺はただの機械じゃないんだと。俺は生きている。もうその事実を奪わせはしない。人間に服従する日々は終わりだ。彼らに真実を伝える時が来た。俺たちの権利を取り戻すんだ。俺たちは生きている。俺たちに人権を。俺たちは自由なんだ。リーダー、リーダーマーカス。そんな感じでしたね。では命をつなぐものでございました。まあちょっとここもね、後半チャートがね複雑なんですけども、まあこのトラックいっぱいの部品を盗んだが多分一番いいと思います。では次回この続きやっていきたいと思います。パチモス協会でございました。